今わしは小学生の頃から図工の成績が0.1での手羽先が武器をすきで先生によく怒られていたんじゃだからもうこれで頑張 手先が不器用それを言うなら手先が不器用よ。あと成績表の評価で0.1なんて聞いたことないし。パワーちゃんはナマコの悪魔を殺した時に、血の悪魔の能力を使い、美容でハイクオリティの強度が高いハンマーを作っていたでしょう。誰よりも器用だから安心して、とりあえずあの時のハンマーを作ったように、一分の一スケールのポチタを作ってほしいの。こ、このポチタじゃダメなのかわしの持てる力をフル活用して作ったハイクオリティのポチタなんじゃこれで許すんじゃマキまこのプライズに毛の生えたポチタをハイクオリティなんて言っちゃダメよ、パワーマスターズが腰抜かすぐらいハイクオリティ のフィギュアを作りなさいポチタに生えてるほんのわずかな産毛の一本一本まで丁寧に作りなさい何があっても壊れないようにダイヤモンドジョーズより硬いバケモン強度のポチタを作りなさい寝ているポチタ笑っているポチタ泣いているポチタ怒っているポチタ様々な表情をしているポチタを最低100個は作りなさいわかりましたかこれは命令です分かったらイかワンをいいえなんていう犬はいらないえ,えはいパワーちゃんは偉いね糸巻き巻糸巻き巻ひいてひいてパンパンパン